アイン、スパイン、ドライ、ツンダ。はい、どうもプリプロプロフィルムです。さあ、なんか届きましたよ。アマゾン。何買ってるかな、何買ってるかな。ああ、多分同じもんか、これ。これどう開けるの？全く分かんない。あ、全く分かんない。最初見せたから。これ何だか分かりますかね？これ分かるんですかね？これさ、ノートパソコンなんかのハードディスクありますわな。2.5 インチっつうのかな。よくやるのがさ、よくこれ、主な使われ方としては、パソコンのノートパソコンのハードディスクがさ、まあハードディスクを、なんつうのかな、あれ。なんか、名前出てこない。うわ、名称が出てこない。なんだっけ、スカジーじゃなくてなんだっけ、なんだっけ、SSD、SSD、そうそうそう、変えるのに、そう、これを使って、こう、なんつうのかな、コピペしたりするやつなのね。そう。まあ、なんでこういうのを買ったのかと申しますとですよ。さあ、長年使ってたノートパソコン。長年つっても2年ぐらいか。ね、レノボ。まあ、逆なのか。こうかい。レノボ。これも逆かい？こう見ればいいのか。レノボ。これもう逆なってんのかな。あー、カメラ自体のモニターとあれか。スマホのモニターと反転してんだな。今気づいた。そう、まあこれさ、散々まあ多分他の動画でもさ、ちょろちょろ喋ってっからあれなんだけど、これ壊れました。なんで壊れたかっつうと、この面にお酒こぼしました。お酒やっちゃいました。稼働期間約2年ですか。そう、まあでもさ、まあ、結構最近ハードってことでもねえんだけど、まあそこそこ重い動画処理なんかしてるんですけどね。まあ遅いなっつのあったのね。そう。だそろそろ買い替えかな。まあ大体私さ、結果的に2年おきぐらいにさ、なんかこうノートパソコンは買い替えてるんですよ。結果的にね。そう。まあ大体は壊れるんですけど、そう。これも案の定2年ぐらいで壊れちゃって。で、まあまあ遅いなと思ってさ、一応なんつうの、そろそろ。ノートパソコンバージョンアップしようかななんて。お気に入りではさ、アマゾンのお気に入りにはさ、あのなんつうゲーミング PC 的なものはお気に入りとして登録してたのね。そうそう、だからまあ、いつでもここ1年以内には買い替えようかななんて思ってたんですけども、そんな矢先というかね、壊れちゃいまして、まあ、結果的にこれあっち持ってた方がいいのかな。うわー、これセッティング変わるからな、別カメラで撮った方がいいのかな。ASUS のなんだこれ、なんだかよくわかんないけど、ゲーミングパソコン。そう、ついにインテルとは決別しました。最近調べるとさ、なんか動画に向いてるなんか レイドンだかなんだかかんだかの CPU 積んであるやつで、でビデオカードもなんつうのかな、 NVIDIA なんたらかんたら3060とかなんかそんな感じです。起動で SSD、 そうそう SSD、起動早くていいね。ほんと起動早くていいですわ。まあそんなわけで、こっからのデータを抽出しましょうっていうことで、これを買ったんだよね。そう、今からこいつを上げましょう。もう何回か上げてんだよね。そうなんですよ。ちょっと上げてみようか。したらバラしちゃうか。よいしょ。さあ、バラしましょう。はあ、いやー、本当だったらさ、まあ、パソコン入れ替えてさ、これはネット専用機にしようかななんてさ、企んでたんだけどさ、残念なことに壊れちゃったからね。電源系が壊れたのね。すぐに乾かせばよかったんだけど、ちょっとほったらかしちゃったもんな。全く学ばない人です、私は。そう、もう一台安いパソコンね、買おうかななんて思ってるんですけどね、ネット用に。そう、
よ。まず裏のビス全部取ったら、これね、これ DVD のドライブなんですけど、これ外れますんで、そうそうそう。さあ奥さん、ここから肝ですよ、ここから肝ですよ。これはね、なかなか、まあ一概に全部の全部ノートパソコンがあれかどうかわかんないけど、まあおそらくだよ、専用のなんかあるのかもしんないけど、私はこの爪でいきます、爪でいきます。そう、さあ、いいっすか、いきますよ奥さん、いいっすか、ちょっと待ってよ。まあ、どこでもいいんですけど、ここに一個きっかけ作りますね。ほら、今いい感じできっかけでしょ、はい、きっかけ作りました。おい、爪挟んできっかけ作りますよ、いいっすか。痛い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 、はい、わかるかな、これなかなか難しいね、これね。はい、こう一箇所いったらもうベロ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 きますね。ベロベロきるよ、はい、こっちも、はい、縁切れだ、縁切れましたよ。さあ、いきますよ、いきますよ。お、あ、まだ縁切れてない、こっち側の縁切れてない、ここか。はい、来ました、縁が切れましたら、ダダダーンと戻ります。さあ、さあ、次、あ、これ珍しくて、これこれが電池パックなのね、内蔵型なんだよね、これ変えられねえんだな。とも不具合としてはね、電源周りがおかしくて充電できない感じなんですね。なんで気づいたかって言ったらさ、しばらく動かしてたんだけどさ、で、なんかちょっと違うことやってたね。4時間後ぐらいにさ、バッテリーの残量がありませんみたいな警報ついて、改めて、ああ、これちょっとやばいなみたいな感じでさ、で、ここにあるのがハードディスクですわな。さあ、これをペロリンコいけんのかな。あれ、なんかビスで止まってなかったっけ、これ。光って見えないね。はい、行きました。さあ、いいんじゃないですか。いいんじゃないですかと、外れましたよ。2.5 インチですか。したら、こいつを、こいつをどうすればいいの、これ。あ、なるほどね。なんか、後ろの方横にスライドすると、なんか、こんなのして。おー、なるほど。あなんか、裏蓋横にスライドすると、こんな感じで、出てきました。さあ、で、ここに、こいつのヘッドを挿してやるつもり。あら、なんか大きさ違うんですけど、あれ？やっちゃった、これ。あ、違う、これすら、これもケースに入ってるのか。なるほどね。びっくりした、今。やっちゃったと思ったよ。そっか。ダンパーかなんか、サスペンション的なものにはめてんのね。え、これ、どうなってんの？どうなってんの？これ、熱っ張ってるだけ？なんか取れないんですけど。何これ、あー、ははははははは、なんかここにあるね。あ、なるほどね。お、これは知らなかった。びっくりしたね。失敗したかと思った。したら、ここにこう、うまいことをはめてやるってか。あ、はまったね。うまいね。ぴったりだね。したら、収めてやるよと。まあ、別に入れなくてもいいんだろうけどね。あ、でもさ、じゃ。だから、こうやってすっかり覆うことで、あれか、外付けハードディスクとしても使えるよみたいな、持ち運びできますよねみたいな感じなんだよ。そうそういう意味合いもあるんだよね。そうだ、思い出した。そうで、ちゃんとケーブルもついてきました。
して USB の3かな、 USB 3.0 に対応してるから、あこんな感じね。でどうすればいい、どうやって撮ろうか、これスクリーンショットにしてさ、俺のパソコンの中見せてもどうかなって思うよね。だからこの姿形だけ撮っときゃいいな。じゃあどうしましょうか、とりあえず段取りしようか。さあこれをうまいこと認識してくれるんで、少々カット、あピンからピンって言ったよ今。どうすればいいのさ、どう見てもな、いやなんかピロリン、ピロリンいっぱいいてん、おーおーおお、Windows G として認識されましたよと。ああこれか、あ Windows として、どういうこと、わあ許可がね、アクセスの許可がね、これやばいよ、これまずいかもしんない、続行、いや全部が全部コピーする必要ないんだよな、必要なファイルだけアクセスできればいいんだよな。まあでも一応あれか、まるっとコピーした方がいいのか、まるっとコピーした方が分かりやすいね、個別に行くよりはそっちの方がいいな。どうやってコピーするんだろう、丸コピーでいいのかな、うん、全然なんかうんともすんとも言えないよこれ、何をやってんだかよく分かんないけど、まあやんなきゃよかった、なんかやっちゃった俺、なんか変なことしちゃったね、いや持ってんの疲れた、やめた、ちょっとしばらく、ちょっとしばらく他に何かさあ、なんか始まったよ、準備が終わっていよいよコピーしてる感じ。まあ別にシステムファイルとかな、いかなくてもよかったんだけど、まあいいか、100ギガぐらいだからいいか。さあこの、そのうちに私は買い物に行ってきます、とりあえず。ではさあ今見たら、あでも一気に減った、さっき8時間だったのが4時間に急に減った、あやっぱ動画編集ソフト落としたからか。まあでも4時間半なんで待っててもしょうがないんで、とりあえずもう切りますね、終わった頃にまた中継します。ではいよいよ佳境に入ってきましたよ、あと5秒だって、あと1分とか5秒とかっていう割には随分かかってるよ。いやーなかったなかったけどよかったな、意外と早かった、最初なんか9時間とかってなんですよね、実質は高いか100ギガぐらいなんだけどね、なかったしな、はっきり言えばさ Windows のファイルとかどれもよかったんだよね、マイドキュメントのあの辺さえ分かればよかったんだよな。結局さ、今作りかけの動画が何本かあったんだけどさ、結局はなんかフォントとかそんなんだよね、あと BGM とかそんな、それが必要だっただけなんで、そう、あとなんか請求書の Excel ファイル、それぐらいなんだよね、あと全部動画素材なんかほとんど外付けハードディスクだからね、いやあと5秒にしたら随分かかりますな、それちも、あと5秒っていう割にはなんか残り4ギガぐらいなんだな、これディスクトップの画像がこう一本大きに変わるっていうのいいね、初めてだねこれね、 Windows 10だとそんなことできるんだね、スライドショーみたいな感じでね、面白いですな、早く終わらないかしら、いやほんと 99% だ、おこれかっこよくない、これなんかあーいいくないっすか、これ日本の風景なとかって感じだね、なんか15枚ぐらいの画像データみたいな、それがランダム、ランダムじゃねえのか、順番にかスライドショーしてくるね、このお猿さんいいじゃん、あれ青森かどっかのあれじゃない、確か猿は北限が青森だよね、確かね、北海道にいないんだよね、確かね、野生のね、野生の猿がね、あーこれあれ白川郷でない、これいやいや画像の説明するあれじゃないよね、これは何すか、コスモスですか、これ花はね、さあ一体何の時間なんでしょうか、ハードディスクのコピーが終わるのを温かく見守る動画です、これはそうです、おおこれはどこですか、うわかっこいいね、このこれ滝ですわな、スローシャッタースピードで撮ってみたいね、シ
写真をさ、なんだ、三脚で撮るってことがないから、まあ動画は三脚使って撮るけどさ、写真は手持ちだからさ、どうしてもスローシャッタースピードって難しいですよね。こうやって固定すればさ、ね、スローシャッタースピードでさ、滝のこう流れる感じ、そうそうそう、あと花火とかさ、そう、あれもスローシャッタースピードだよね。そうすればブレずにこんな感じで流れる感じの写真が撮れるんだろうね。じゃあ一体これは何の時間なんでしょうか。うわー、これもすごいね。これはどこの景色なんでしょうか。本当にこれは一体何の時間なんでしょうかね。そう、最近ずっとさ、カメラっていうか音声ズームの H2N でずっと撮ってるんですけども、だいぶセッティング詰まってきたかな。歪まないで、割とノイズもホワイトノイズもだいぶ少ない感じで撮れるようになったんですかね。どうしてもノートパソコンつけながらだから、ファンの音が、あ、これいいね、富士山だね。どこだろうこれ、富士山だよね。静岡がなんかの、なんかこんなのあるよね、なんか。ああ、いつ終わんのか。これぐらいちっちゃい声でもちゃんと撮れてるかしら。今は、そうそうそう、これはズームの H2N をアナログじゃなくてデジタルとして USB で、だ今 USB の USB マイクとして今機能してますね。これまたちょっと今までね、カメラにアナログでつなぐのとまた違うから、これまた温度バランスつなぐと微妙なのかな。どうなんでしょうかね。これはこれでまた新たにセッティング詰め直す必要があるんでしょうね。いや、これいいね。これ北海道かな。これどこだろう。雪景色だよね。多分あれは羊蹄じゃない、羊蹄で夕日が映るということは西側に向けてっていうことは、兵庫あたりが特に、ああ消えちゃって、これどこなんですかね。これ録画しながらやってから演奏スピードが落ちたんじゃないでしょうか。はあ、全然わかりませんよ。あ、これ松島、違う、なんか松島っぽないこれね。なんか佳境に入ったというか、割ったというか。お、同じファイルが、おお、大丈夫ですかねこれ。なんか OK みたいなことしたという。はあ、長いよ。いつまでかかんない。今何やってんだろうこれ。今現在何してんでしょうか。どうなんでしょうか。おーい、何やって、お、終わった、終わったよ、ようやく終わった。お疲れ様でした、お疲れ様でした。これはどこだろうね。富士山だけど海かな。静岡あたりから撮ってるあれなのかな。それとも山中湖とか湖系かな。どうでしょうね。まあ、とりあえず終わった。じゃあ、切りましょうか。一応見てみるか。あまり、ディスクトップをさらすのも微妙でございますな。ただし。いいね。フォントさありゃいい、十分だ俺は。フォント。これさあれば十分です。あなたの主張が恋しくて。トゥルータイプとなんとかタイプってよくわかんねえんだけど、まあとりあえず。